さあ、ひょうこまりですね。ミネコの泣く頃にの時間がやってまいりました。なん、進んでんだか進んでないんだかわかりませんけど。はい、大雨のバラ庭園はさっさと通り抜け、俺たちはゲストハウスに到着する。かー、俺がマリアを背負って立候補すりゃよかったぜ。そうすりゃ、傘をさしてくれるシャノンちゃんのでっけーお胸を二の腕でたっぷり堪能できたってのによ。なんだと そんなつもりじゃないよ、誤解だよ。そうしないと、ジョージ様が濡れてしまうと思いまして。ほーら、バカなこと言ってないで入るぜ。ジェシカに小疲れながら、傘をたたみゲストハウスに入った。お召し物を濡らしてしまった方はいらっしゃいませんか？スケベだな、ジョージの兄貴は。タオルを用意いたしますが。ほんとスケベ野郎が。そこまで気を使わなくていいぜ。ありがとうよ、シャノンちゃん。そうだ、僕たちはこれからトランプでもして少し遊ばないかって話なんだけど、よかったら少し一緒しないかい？あれ、今日のシフト、深夜勤は誰になってんだ？親族会議中は特別シフトになってたと思いました。少し変更も出てるみたいなので、ちょっと確認してきます。ああ、わざわざ屋敷に戻らないとわからないんなら無理に。あ、大丈夫です。ゲストハウスの使用人室でわかりますので、ちょっと失礼しますね。あ、そこになんだ。シャノンちゃんはペコリと頭を下げると、ゲストハウスの使用人室に入っていった。俺たちはいとこ部屋に向かい、とりあえずマリアはベッドの中に入れてあげることにする。え、その壁紙なんな、そのな、な、何の国かわかんねえ。なんかインドの壁紙みたいなやつ、ゼルダの伝説とかに出てきそうだよそれ。あ、どうでもいいな。マリアはすっかり熟睡で、全く目を覚ます様子はなかった。とりあえず、部屋の冷蔵庫からジュースを取り出して、それを飲みながらトランプでもして遊ぶことになった。入ってまーす。あれ？カノン君？ゲンジ様までこちらに。今夜のシフトはどうなっているのでしょうか？クラウス様の命令があってね。シフトの大掛かりな変更があったんだよ。うん、ゴーダがお屋敷の深夜勤に変更になった、うん、シャノンとカノンはゲストハウスの深夜勤、私とクマサーはゲストハウスに泊まるようにとのご命令だ、うん、お前も今夜はこのままこちらに留まるよう、たった今電話があった。え、ずいぶん大掛かりな変更ですね。お屋敷とゲストハウスの当番がまるっきり逆になってるじゃないですか。本来はシャノンとカノンがお屋敷の深夜勤になり、親族たち親、これなんて読むっけ、親、し、ら、ら、来客じゃなくて、し、ひ、賓客が宿泊するゲストハウスの深夜勤が接待経験の豊富なゴーダになるはずだった。あからず漢字が読まないね。そして熊沢がゲストハウスに宿泊、現地はお屋敷に宿泊となっていた。おそらく今までに出ていたであろう漢字も読めないね。だが突然にクラウスからシフトを変更するように命令があったらしい。お屋敷とゲストハウスのシフトを丸ごと交換し、源氏はゲストハウスに泊まるようにと。多分ベアトリーチェ様の手紙のせいだろうね。多分ってどうして？あんな怪しげな手紙が現れたら、クラウス様が僕たちを疑うのは当然だからね。親方様直属の僕たちを極力親族会議の席から遠ざけたかったんだろうよ。ゲンジ、シャノン、カノンの3人は、後ろ見家の紋章である、変翼の足を身につけることを許された、建造直属の使用人だ。もちろん、後ろ見家に使えているため、誰の命令にも従うが、
唯一の重要視は現像だけだ。人事権も現像のみが握っているため、たとえクラウスといえど、彼らを勝手に解雇することはできない。そのため、クラウスたちには時に現像の手先と見られて、疎まれることも少なくなかった。実際、現像は彼ら以外の人物を主催に入れることは滅多にない。この突然のシフト交換は、まさにそんな不信感の表れと言えただろう。現像の余命を思えば、これが遺産問題直前の最後の親族会議となるに違いない。しかも、ベアトリーチャーを名乗る奇怪な手紙が舞い込んで、寝耳に水、そんなデリケートかつ重要な会議の席から、現存の中心たちを締め出したかったに違いない。ではすまんが、私は向こうでくつろがせて、もし何かあったらすぐに呼ぶよう。今夜のお客様は特別な。感じが違う。感じ？フォルム自体が。はい、かしこまりました。現地様。現地は、うなずき返すと、ついたての向こうに行き、上着を脱いで、ようやく一日の緊張をほぐすのだった。今お戻りになられたのは、お子様方。うん。親族の方々はお屋敷で会議を、だいぶ長引きそうな雰囲気だったかな。なら気楽だね。これ以上の深夜になって、しかもこの天気、多分親族の皆さんはお屋敷の方のお部屋にお泊まりさ。多分ね。でしょうとも。源氏様がいないから言うけど、ゲストハウス行きになってちょっと嬉しかったかな。ふん。どうしてだい。意地悪な奥様やエヴァ様から離れられたから、それとも別の理由があるのかい。別の理由なんか、ありません。ありません。奥様やエヴァさんから離れたかっただけです。そっか。なら、二人で深夜勤を頑張ろう。よろしく、姉さん。私、ついさっき、お子様方に、お部屋で遊ばないかとお呼ばれしてて。ジャナは申し訳なさそうに、うつむきながらチラチラとカノンの目を覗き見る。カノンは目を合わせようともせず、ため息まじりにそっけなく言う。姉を甘やくつもりはないらしい。ダメだよ。深夜勤を仰せつかってる。それに僕たち家具には遊びのお誘いは必要ない。わかるね。すいません。そんなことわかってます。シャノンは小さく肩を落とす。規律を重んじるカノンか、多分そう言うだろうことは予想がついていたが、それでも少しは共通したようだった。カノンは日照めくりながらシャノンの方を向きもせずに言う。なら、お子様方お待たせしてしまってるね。深夜勤に当たってしまったから、ご一緒できないと謝ってこなきゃ。行ってきなよ。私謝ってくるね。わお、ツンデレか。シャノンは弟の機嫌が変わってしまう前に、そそくさと席を立つと、ピコリと頭を下げて使用人室を飛び出していった。その背中を見送りながら、カノンは深いため息を一つ漏らす。ついたての向こうから源氏の声がした。カノン、私がここにいるから、お前も行くといい。源氏様、誘われたのはシャノンだけです。僕は別に誘われては。その場にいなかったからお声をかけられなかっただけだ。言えばお前も誘われている。たまには子供らしく遊んでくるといい。源氏さん。いえ、僕には必要ない行為です。お前空気読めや。人の子には遊びも必要でしょうが、僕らは家具ですから。そうか。姉さんだって家具です。人のふりをしたって後で苦しむだけなのに。僕はそれが分かっているから、人に近づきたくないだけなんです。源氏はそれ以上何も言わなかった。しばらくすると立ち上がり、ポットの湯で粉末のココアを作ると、
それをカノンにも振る舞うのだった。このココアか、かわいい。お紅茶とかじゃないんだ。おココアですか。そりゃ本当かよ。そりゃ知らなかったぜ。なんだよバカ、声が大きいぜ。マリアが起きちゃうだろ。バトラーはすっとんきょうな声を上げて手元のトランプを散らしながら派手に驚いていた。その声にマリアは一度寝返りを打ってみせたが、すぐにすやすやと深い眠りに戻る。ジェシカに小づかれ、声が大きすぎるとたしなめられるのだった。あ、いや、しかし言われてみれば確かにそれっぽい雰囲気はあったんだよな。なるほどな、ジョージの兄貴がな。なるほど。そういうことか。部屋にジョージの姿はない。さっきシャノンが部屋にやってきたとき、急に屋敷に忘れ物をしたから取りに戻ると言い出したのだ。シャノンは来たとき同様、ご案内しますと言い二人で退出していった。いや、昔からそれっぽい気配はあったんだぜ。好きなものを聞いてきたり、趣味を聞いてきたりさ、単に関心を持つだけにしてはどうも、なんて思ってたらよ。まったく、ジョージの兄貴はあとスケベだな。いや、昔からジョージの兄貴はシャノンちゃんにやたらと優しかった気がするぜ。なるほどな。お花、お花、天気予報によると今夜が一番ひどいみたい。は？ジョージの兄貴はこんな暗がりで薄暗い、なんかよくわからん離れてる部屋で何をしようって言うんだ、このドスケベ野郎が。明日いっぱいも止まないらしいけど、もう少しマシになるそうだよ。言いたいだけ。そうですか。では明後日までは船は来られないかもしれませんね。ジョージ様の月曜日のお勤めに差し支えが出ないか心配です。台風が来ていることは知っていたからね。万一に備えて月曜日には予定を入れなかったから大丈夫さ。こう見えてもスケジュールは先読みできるタイプなんだ。ジョージは胸を張って誇るような仕草をする。それはいとこたちの中で最年長であるジョージの普段の落ち着きある様子から比べると少し子供っぽくて微笑ましかった。シャノンはそのギャップをふくすりと笑う。さすが、やがては会社を起こされる方はしっかりしていますね。なんでこの BGM は、ドスケベな BGM だぞこれは。やっぱり会社を起こすというのは大変だね。ああ、ドスケベ上司。お金とかそういうのだけじゃないものがとても大事だって父さんのところで勉強していてわかるよ。会社を起こすということは城を持ち部下を率いるということ。うちの父さんは秀吉って名前だけあって戦国武将のエピソードがとても好きでね、会社経営の哲学をよくそこから語るんだ。知ってるかい、戦国最強の騎馬軍団と恐れられた武田信玄も最初は部下たちの結束がバラバラで統率力をまるで発揮できなかったんだそうだよ。そうなんですか、なんだか意外ですね。信玄は部下たちを結束させるため数々のリーダーシップを発揮してるんだよ。例えば戦場で武功を立てた部下に対しすぐその場で褒章を与えたり、普通こういうのは戦が終わってからまとめてやるものだからね。それを戦場の本陣の中にいながらまめにやり続け、部下の武功を素早く評価しやる気につなげたというのは非常に大きいことだよ。それから部下が病気で伏せった時には誰よりも早く駆けつけお見舞いをしたとかね。武田信玄は戦国最強の騎馬軍団を率いただけじゃない、戦国一の部下思いの人だったんだよ。そんな方だから部下の皆さんもついてきてくれたんですね。そう、なんかすげえいい話だけど、女の子にする話かな。実はこの話は何年か前にすでにシャノンは聞かされている。え？でも
父の話と絡め、こういう話をする時のジョージはいつもとても輝いていて楽しそうだった。だからシャノンは口を挟まず笑顔でその先を促すのだ。素敵は確かに資本主義の世界ではお金は力で石垣の高さでもある。でもね、戦も城も自分一人じゃ成り立たない。大勢の部下に支えられ、その力を借りて初めて成立するものなんだよ。うん、なんか絶対にこの後僕を一緒に支えてくださいとか言わないでほしい。それを理解してたら父さんの背中を見ると、自分がいかに未熟で、父さんがどれほどの切磋琢磨をして今日を築き上げてきたかがよくわかるんだ。ジョージ様はお父様のことをとても尊敬されているんですね。羨ましいです。あ、ごめん、別にそういう意味で言ったんじゃないんだよ。すみません、私も別にそういう意味で言ったつもりは。二人して気まずそうにうつむき合う。シャノンに両親はいない。彼女は現像が持つ福根の家という名の福祉施設で育ったそして福根の家は名誉院長である金蔵のもとへ優秀な院生を奉仕活動に送っていた。そこで認められれば施設を出て後宮家で使用人として使えることができる。これが院生の最大の名誉だとされていた。福根の家出身の使用人は奉仕活動中は根の文字を音の文字を持つ名前を名乗ることになるだからシャノンという名前も本名ではない。それはカノンも同様だ。福根の家の院生たちは皆孤児。さもなければ特殊な事情により両親に離縁されているものばかりなので、院生たちの互いが唯一の家族であると教えられていた。だからカノンがシャノンのことを姉と呼ぶのは彼らにとってとても自然なことなのだ。そして今日はシャノンとカノンが屋敷に詰めているが、他にもマノンやレノンといった音の文字を持つ使用人が数人いて、ローテーションを変わることもある。すごいキラピアかもっとも後宮家で使用人を長く続けられるものはそう多くはない。多くは3年程度で辞めていくのが通例だった。なのでシャノンの10年にも及ぶ勤続年数は例外中の例外だったと言えるだろう。後宮家で使用人として使えるのは非常に負担の大きいことだが、給金は決して悪くない。3年も働けば社会に出る十分準備金になる。だから院生たちは後宮家で働くことがとても辛いことであることを理解していたが、それでもなお希望するのだったシャノンの場合は他の使用人たちより根性があったから10年を続けられたと見るべきではないかもしれない。辞職を言い出せない気の弱さが務めさせた10年だったのかもしれない。それら福根の家から送られる優秀な使用人はもはや血縁すら信用できない。建造にとっては唯一信頼できる存在だった。そのためある時、建造は彼らを直属の使用人として家紋をまとうことを許し、自分の身近に使いさせたのである。そのもう勤めて10年近くになるんだっけ。だいぶお金も貯まったんじゃないかいどうでしょう、別に私買いたいものも特にありませんし、ほんの何百万かあったってそれで残りの人生を過ごせるわけもありませんし。目標の額があってお勤めを続けてるわけじゃないのかい。そうですね、私はこのお屋敷以外に行くあてもありませんし、お嬢様とも他の使用人の子たちとも仲良くやれてますし、奥様には時折お叱りを受けますけど、バラの世話やお屋敷のお掃除も楽しいですし。でもそれはシャノンちゃんの、さよちゃんの人生じゃない。
急に本名で呼ぶとこ。シャノンは本名を出されてうつむく。ジョージが何を言おうとしているか分かり、口ごもった。僕は成人し、社会人になってからも勉強して分かったことがある。子供の頃、僕らが思っていたほど人生は単調で短くないんだ。学生の頃、誰もが抱き寄せる妄想、自分の人生の残りすべてが退屈で単調な放課後の眠い授業のように、永遠にのんびりと怠惰にも何も起こらず終わってしまうのではないか。しかし、それは未成年の学生であるうちだけの話だ。人の人生において、学生時代など卵の殻を割るまでの未熟かつ瞬きをする間の日々でしかない。殻の内側は温かくも窒息しそうで退屈な世界かもしれないが、彼の外には無限の可能性に満ちた広大な世界が広がっているのだ。君の人生はまだシャノンという殻の中でしかないんだ。君は自分の人生がこの生活のままずっと続いていくと勘違いしてるんじゃないかな。それはシャノンはその言葉を否定できない。自分の人生に明確な疑問を抱くこともできないし、それをどう変えたいという願望や目標もないから、今の生活を平らに続けている。それに、自分の人生がこれですでに満たされているのかと言われれば、それはそれでうなずけるものでもなく、彼女にとってそれはわざと目を背けていたことなのかもしれない。それをジョージに悟されない限り、彼女は気づかないふりをし続け、自分の本当の人生を少しずつないがしろにしていく。ジョージ様、私はこのままでいてはいけないのでしょうか。いけないよ。あ、それから今ルール違反が一つあったね。ジョージは厳しそうに即答すると、すぐにいたずらっぽい顔で笑う。シャノンはすぐに何を注意されたのか理解したが、それが恥ずかしいから再びうつむいた。僕たちしかいないときは様はなしの約束だよ。やば、ドスキベ野郎だな。約束では聞きません。メガネ光らせて。ですが、ご命令でしたら聞かないわけにはいきません。そんな断れないご命令をさして。家具ですから。まったく上手じゃん。じゃあ命令だよ。うわー、ドスキベ。そんなことないです。かしこまりました、ジョージさん。シャノンはつむき赤くなりながらジョージをさん付けで呼び直す。それでいいよ、サヨちゃん。ジョージはシャノンの、いや、サヨのわずかな勇気を褒める笑顔を浮かべる。そのやりとりを見る限り、彼らの交際がすでに短くないことを伺わせた。二人はしばらくの間、荒れる天気など全く意にも介さなかったように、誰にも内緒の交際で築いてきた様々な思い出を語り合うのだった。時に稲光が水を誘おうとするが、バラも頬を染めるような時間を汚すことなどできなかった。そうだ、君に見せたいものがあって。何でしょうか。雄弁と語るジョージが急にどもり出す。その様子にシャノンも何かを悟った。ジョージはおぞおぞと自分のポケットを探る。それはポケットの縁などに引っかかり、どもるジョージ同様に少々の間の抜けた様子で取り出された。それは小さな小箱、濃い青色のベルベット生地の小箱。その特徴的な形だけで中に何が収められているのかを想像させた。シャノンはきっとそうに違いないとわずかな心の準備はしていた。なんかジョージの兄貴の顔がキリッとしててウケんな。だがそれでもそれを直視すると再び顔が紅潮するのが拒めない。なんか
そんな真面目な顔で見ないでよ。ジョージはその小箱を開け、それをつかみ取り、シャノンに受け取るように差し出す。これを君に受け取ってほしいんだ。メガネ光らせないで。このような高価なものは、その、受け取りできません。受け取れない？いえ、その、こんなもの、私には、過ぎていて。さよ、これはお願いじゃない。命令だよ。わお。この指輪を受け取って。いやらしい。従わなくてはなりません。うん、そうだね。ジョージの兄貴のドスキベだな。なんだこの絵は。シャノンは真っ赤な顔を見られたくなくて、うつむいたままおそおそとジョージの手から指輪を受け取る。もう長子の兄貴って読みそうになるな。それは単なるアクセサリーとしての指輪ではない。古来より特別な意味を持って特別な女性に捧げられてきた高潔なものだ。だからこそジョージは受け取ることを命じられても、それ以上を命令することはできない。それ以上は命令ではなく、シャノンの、いや、左右の自分の意志でしなければならないのだ。だから、ここからはもう命令じゃない。左右、明日までに、言葉でない形で、返事がもらいたい。わかるね。どうすれば。もうこれ以上は命令じゃないから、僕は君に命令はしない。チスだよ、チス。でも、指輪は指にするものだからね。ああ気に入ってくれたなら、好きな指につけてくれればいい。ああ、そうすか。シャノンは無知を装っただけだ。どうすればいいのか全ては分かっていた。でもそれは彼女の人生にとっての大きな岐路となる。もうこんな時間だね。今夜はこれくらいにしよう。ジョージはほんの少しだけ素っ気なくしながらシャノンに背を向ける。君に左手につけてほしいと命令することもできるかもしれない。君も命令されればそれに従えるという臆病な甘えがあるかもしれない。でも最後のここだけは君のさよの意思でしてもらいたいんだ。わかるね。そうだね。はい。だからそれが命令。今夜よく考えて明日その返事を見せてほしい。うわ、どうなる。シャノンはつむき返す。これまでの交際の日々の積み重ねがある。積み重ねがあり、今日がある。シャノンにとって今日この瞬間は、決して不意地なものではない。そろそろゲストハウスに戻ろうか。お前らに明日があればな。そろそろゲストハウスに戻りなさい。これ以上遅いと、みんなを心配させちゃうよ。はい。すみません。私、その、お屋敷に用を思い出しまして、その、お屋敷へ行かねばなりません。こんな時間に。本当かな。本当かな。ジョージはいたずらっぽく笑いながらシャノンの顔を覗き込む。それがシャノンの嘘に違いないことを見抜いていた。ド S のやつは大体ド変態だ。そして自分で S って言うやつは大体ド M だ。しかしその気持ちを察すれば恥ずかしくなり、一人になりたいと言い出す気持ちもわからなくはなかった。だからジョージはシャノンの嘘を裏側まで理解した上でそれを認めてやるのだった。素敵やん。ああ。それを打ち砕くかのように。というわけで今回はこの辺にしましょうかね。なん。散々ひそいことを言った気がしなくもないですがね。はい、ひよこまででした。さようなら。